よう。実はな、フェルミニア様。この後結構ですわ、ヘルミニア様。で、はいはい。クールだ。やれやれ。あ！にゃろう。おそらく。よくやった。バルジェロ。はい。実は。で、あの魔女を葬る。なるほど。そういうことだ。バルジェロ。ああ勝手な。集まったな。
さて、タビアーニの右腕と落ち合う予定だが。右腕ってどんなやつなんだ？そこが重要だぜ。おい、あれってもしかして。ソニアか。しばらくだね、バルジェロ。と、その取り巻き。おいおいおい、いい女になっても口は相変わらずだな。へへ、10年ぶりか。仲良くしようぜ。一緒に臭い飯食った仲だ。見慣れない人もいる。こいつは新入りだ。信頼できる。あ、こいつのおかげでここまで来れたんだ。なかなかやるのね。しかし、お前がタビアーニの右腕とはな。貧民街では負け知らずだったけどな。どこで道を踏み外したんだ、ソニア。私は私の目標に向かってるだけ。貧民に生まれたって夢くらい見させて。明日、ヘルミニアが地下遺跡に現れる。タビアーニさんと合流し、始末するわ。ゆっくり休んでおくことね。で、そのワインを飲み干したの？タビアーニさんが気に入るわけだね。そういうことだ。どうした？あんたと組むなんて運命みたいなのを感じる。ロマンチストだな。子供の頃よく一緒に悪さしたよね。ほら、覚えてる？私たちの町、白ぶどうが咲くでしょ。あのぶどう、一緒に何度も盗もうとしたわね。春に白い花が咲くたび、あの頃を思い出すわ。その日の食べ物も知れない貧しさ。懐かしいな。ソニアの家も農家だった。あの白ぶどう、上質なワインになるってな。うん、俺はあいつらと町を出たが、お前はどうしていた？あの後、農園は買われたの。大富豪ヘルミニアに。あの白ぶどう畑は家の財産だった。それを無理やり奪われ、親は貧しいまま死んだわ。だから私はヘルミニアから財産を奪い返す道を選んだ。そしたら父と母が報われる気がして。で、タビアーニに着いたのか。そうよ。この手も随分と汚したわ。でも私はどうなってもいい。あの白ぶどう畑を取り戻すまではね。俺たちの町は
魔女に変われおかしくなった。この手で町の町を取り戻そう。じゃあ明日ね。立夏の館跡はこの町の北だから。わかってる、もう子供じゃない。ならいいけど。いいぞ。へへ。ああ。ああ。ふん。やれやれ。おい。あ？よせ。